なんとか釣り上げたい。あの10年だ。おマジ。来た。やば。マジか。嘘だろ。皆さん、ものすごい今走っております。今何がいるんでしょうか。あ、嘘だろ。何このもの。嘘。マジですか。皆さんやばいです。ちょっとお伝えできるかわからないんですけど、ものすごい暴れております。マジか。ドラッグが言うことを聞きません。皆さん、マジ。お待って、やめよ。ごめん。3、3、6、今恐怖と戦っている。サメじゃないかこれ。皆さん、これサメだったらどうしよう。さあ、これだけの大物が今私と対決しております。3、3、6、頑張れ。マジかよ。すぐ。もう少しで現れてくれるはずだ。マジか、マジですか。ここはしのぎたい。やつも疲れているはずだ。皆さん、こいつは僕が今まで釣った中で史上最強の引きを持つ魚と思われます。マジかよ。おお、ぐいぐい系男子。何が彼をそこまで本気にさせるんでしょうか。皆さん、これ以上の格闘他にあるのか。おお、マジか。皆さん、今魚影が見えてる。おお、魚影が見えております。これは何なのか。この正体は、ごめん。釣れた。皆さん、ローニアジです。ローニアジが釣れました。皆さん、朗報、ローニアジですね。こんな化け物がうようよいるとは。さすが沖縄の海。皆さん、これはナイスファイトでした。カクカク泣いております。これは何か私に伝えたいことがあるんでしょうか。釣られた感想をお願いします。無言である。先ほどの威力は無言である。まあ、続けて頑張っていきましょう。釣れるんでしょうか。この海の可能性存分に味わいたい。さあ、皆さん、目の前にいるのは名人なんですけど、僕今牽引をしておりますっていうリアル金魚の風になっております。真下に住む未知の生物を求めて名人も華麗なく使うさばき、これは僕にもできるんでしょうか。名人の兄である AK さんが今何か ヒットしているようです。あ、お願い、弾を取ってくれという指示をしてるんですけど、誰も近づかないという放置プレイで見届けるというスタイルをやっております。今、すっごい曲がってるじゃないですか。やつあげるよ。ほっ、名人何かあげてます。こっち下行きたいの。今見た方がいいよ。あ、わかりました。皆さん、今この真下にはいっぱいいるそうです。さあ、とりあえずやってみましょう。さあ、ただひたすら巻いていく沈黙の時間。語るのはこのリールのみ。さあ、お魚さんは反応してくれるんでしょうか。名人2人、もう本気を出しております。336どこまでついていけるのか。これ、己との戦いですね。名人が来たようです。名人、何か釣れている。さあ、一体何か釣れているんでしょうか。名人でも皆さん油断ができないというこの勝負。
これが釣りの厳しさであり現実ですね。よいしょ。おわ、この感じね。すっでかっ。二条サバかな。サバなんですかね、これ。二条サバというものかもしれません、皆さん。名人、どうでしたか、この席は最高でしたか。そうだね。やばいです、皆さん、この道何年のプロでも、このひとときの引き、これがもう最高にたまらない、これ、釣りはやめられねえぜっていうような顔つきですね。これがカヤックフィッシングですよ。おさあ、皆さん、名人に負けていられないんで、僕も早く釣りたいです。少しはいいところを見せたい。グダグダの廃材探偵団、さあ今日ぐらいは胸を張って帰りたい。釣れるのでしょうか。やばいやばいやばい、皆さん来た来た、皆さん来てます。この動きプロ、これは皆さん、こいつは危ない動きしております。おお、やべ、釣られてるって感じ。うわー、やばいですよ皆さん。今僕の体が今かなり持っていかれてます。マジかよ。わあ、頑張れ頑張れ。お酒の意味ないみたいな。そうそう、もうあの名人たちが今冷静な顔で見てます。ああ、なんとか釣り上げたい。おお、マジ。ああ、ガラっぽい。ああ、ガラだ。ガラじゃないですかね。あ、そうか。お、奇跡。来たとか。わ、奇跡すね。よわ。糸引っ張って糸。糸持って糸。あら。皆さん、カツオが釣れました。どうなったかな。カツオと思われし養殖しております皆さん。皆さん、あの先ほどのカツオなんですけど、あのこんな血まみれになっております。今血で塗られた今カヤックになってるんですけれども、いやすごいファイトでしたね。はい、皆さん、それでは本日の釣果なんですけど、こちら。こちらですね、マートさんですね、鬼アジ3匹と、AK さんが、鬼ヒラアジ2匹とチヌ1匹、僕が鬼ヒラアジと鬼アジですね。負けてしまいましたね。 1匹差っていう、まあ上出来じゃないですかね。今日いろいろ教えていただいて本当にありがとうございます。マートさんとそのお兄ちゃんの AK さんですね、ジェットスキーの達人です。ぜひあの次回もリベンジあのお願いしてもよろしいですか。あ、やりましょう。 ありがとうございます。大きいのね。はい、じゃあ皆さん、カヤック釣りでした。ありがとうございます。